100試合時点で最も多くのホームランを放ったア・リーグ選手のリストをスポーツ専門局が報じた。大谷の36本を超えたのは過去にたった4人だけ。レジェンドしかおらん。偉大な打者になったな。じゃあやってると思うとすごい。いやいや、こんな連中と比べるのもおかしいやろ。大谷は投げてるんやぞ。データから見るとまずは50本超えはしてほしい。大谷より上が4人もいるとは。ここから翔平はペースを上げ、74本塁打のメジャーリーグ新記録を作るだろう。3試合に1本はホームラン打っている計算だからエグいな。4人しかいないと言っても、大谷は投手。実質1人しかいない。アーロン・ジャッジもこの時期からめっちゃ死球と敬遠されだした。大谷もやはりこうなったか。これだと死球が多くなるのは仕方がないよな。大谷翔平には極端なくらい逃げのピッチャーが多いね。昨年のジャッジに対してはちゃんと勝負してから62本も打てたんだな。トラウトいないと死球も増えるわな。早くトラウト帰ってきてほしい。これから1ヶ月で15本上乗せできればジャッジ超えの可能性が出てくる。ジャッジ超えるには6月みたいな爆発的な打撃がもう1回必要。残り62試合で新記録となる27本打つのは死球攻めの中大変やろな。4年目の46本は超えてほしいわ。本塁打数よりも OPS 上がることが重要。死球は大歓迎でしょ。無理に打ちに行けば打撃不振につながるから、焦らず冷静にボールを見極めてほしいな。普通に DH で WAR を稼ぐとか化け物やな。去年のジャッジで感覚狂ってるけど50本前後打てたらとんでもなくすごい。シーズン58本ペース実は1ヶ月前と変わってない。まだ相手が勝負してくれるこの時期に本塁打数、稼がないとね。これから地獄の死球攻めが始まるよ。